ここの葉だけね、小豆植えてるんだけども、今年、雨が多くて長雨 で天気も悪くて全然乾かなくて、除草する機械、じゃがいもの土寄せで使った一輪管理機で除草しようと思ったんだけども、それができなかったのね。でそれで、まあ、こういうふうに草ぼうぼうの状態で、今日これからねこの草をね除草したいと思います。何をするかというと、仮払い機、よくこうね型にかけて振り回してるあの草刈り機、仮払い機っていうんだけども、それを使ってね、草を刈っていきたいと思います。それでね、現状としてはね、一番ひどいところがここ、これが小豆なんだけども、まあ、ここちょっと刈ってあるんだけども、こうやって歩いていくともうね、草に背丈負けてるのね。あ、でも生育自体は負けてないんだけどね。だから今これで草を刈って、まあ、他のところも見るとね、こういう状態でこれからどんどん伸びてくるんで、ここで一回刈っておかないと、お日様に当たれなくていい豆できないと思うんで、これから刈っていきたいと思います。多分ここで今何平米あるんだろう、4000平米か5000平米ぐらいあるかな、小豆が。家何軒分だ100坪で330平米だから、まあ、そういうこと計算してくださいまあこれをねひたすら買っていきますんでね、ずっと奥の方なんてもっと草多いんだ。どこだ、ここが、この辺とかすごい多くてね、まあ、小豆をなんとなくわかるよね、こうね。この通路の間だけを刈り払い機、草刈り機で刈っていきます。何時間かかるかな、まあ、とりあえずやっていきます。じゃあこれからね刈っていきたいと思います。まずポンプで燃料を送って、ホンダの刈り払い機ね、これね、フォーストのやつ。草刈りね、ちょっと途中だけどもね、半分じゃない、3分の2終わりました。こういう感じ、こっちやってない方ね、ほら全然違うでしょね。こうやって見ていけばさあ、これね、これ俺の刈り払い機、ホンダのやつ、すごく使いやすくて、6年経った今でもエンジン全然すぐかかるからさ、おすすめです。ちょっと高いけどね。でほら、あずきさん、よいしょ、これあずきの花ね。あずきはさ、インゲンの仲間だから、まあインゲンと同じ花咲くんだけども、まあ、こういう感じでちゃんと育てるんだよね。さっきまでこういう草むらだったのを今買ってね、もう完全にこうやったら畑だって誰でもわかるよね。だからさ、こういう風に草だらけになっててもちゃんと育つのよ、実はね。見た目は悪いよ、見た目は悪いけどもちゃんと育つんです。で今回ね、ここが一番わかりやすいかな、一番もじゃもじゃしてるところね、こういう風に小豆があって、それよりも背が高くなってしまったと。こうするとお日様がね十分に当たらないじゃない。まあこれでも育つんだけどね、それも育つんだけども、もう少しお日様を当ててあげたいと。無肥料無農薬栽培で一番大事なのは日当たりと風当たりと水なんで、小学生6年生かなで習うと思うんだけれども、光合成をしっかりさせてあげるために、これだとちょっとね光が当たらないんで、まあ当たってるけれどもそれでも十分でないんで、こういう風に刈ってあげて、光がちゃんと当たるように、そして風が通って病気が発生しにくいようにしてあげると。むしろ雨降ってる時はね、そんな病気っていうか、まあ出るけれども、雨が降って、こういう風に天気になって、土からね、水蒸気が上がってきて、蒸れると
発生しやすいんで、このタイミングもうずっとしばらく雨降る予報じゃないんで、ここで買ってしまおうという感じで決断してやりましたね。まあ、とにかくこんだけ草生えててもちゃんとね、こんだけもっとひどいとこあったからね、それでもちゃんとね小豆はね育ってるんで、草あまり目の敵にする必要はないと思いますよ俺は。まあ、そういうことを見せたくて、まあ、まあちょっとそれちょっと苦しい言い訳かなちょっと手が遅れました、手が回らなかったんで忙しくて理由にしてね、うん、だけどもこういう状態でもちゃんと育つよっていうことを見せたくて、今回ねそれを動画にしたんで、ね、ちょっと草遅れても大丈夫だからね、堂々としてやってください。でちょっとまあ歯抜けになってるの買っちゃったんだけどもね、草ちょこっと残ってでもまあ問題ないんで、この回あればね大丈夫なんでね、まあみんなもねちょっと除草で使う量を減らしてみるとかしてみてくれたらいいなと思います。